はい、です。今回はマジでポジしかない若手の躍動えぐい西武二軍レポートということでですね、本日もね、昨日に引き続き二軍の試合を行われて、僕もね配信をしながら観戦をしていたんですけれども、今日もね二軍の試合を一緒に振り返っていきたいなと思います。今日もね本当に、すごい若い選手たちの活躍っていうところだったりとか、ポジ要素ばかりなので、ぜひね最後まで見ていただけたらなというふうに思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、まずはね、今日の試合のスコアから見ていきたいと思います。今日は12対1ということで、ライオンズも完勝ですね、大勝ということになりました。昨日もね、なんだかんだ、打線は7点取って、ただね、ちょっとピッチャーが昨日は結構打ち込まれてしまって、10対7で敗戦ということだったんですけども、今日はね、もうピッチャーもしっかり抑えて、打線もね、打ちに打ちまくって12対1と、いうことになりました。素晴らしいゲームだったんじゃないかなと思います。で、今日はね、ライオンズ、竹内投手が先発ということで、ちょっとね、コロナだったりとか足をつったっていう関係で、しばらく、登板をしていなかったんですけれども、久々に、今日復帰登板ということになりました。で、イーグルスの方はね、竹中投手ということで、竹中投手の世代に一軍でね、今年も一回ね、一軍対戦しましたけれども、この二人の投げ合いということだったんですけれども、幸先よくね、ライオンズ、初回に若林選手の、走者一掃の、満塁で走者一掃のタイムリーツーベースが飛び出して、先制をし、その後もね、殿崎選手の走者一掃のタイムリーだったりとか、古川雄大選手のタイムリーだったりとか、9回はね、ちょっとお知らしのフォアボール、あと岡田選手のタイムリーとかも飛び出して、最終的には12得点ということでした。で、竹内投手はね、4回抑えて無失点で、5回も大曲投手がちょっとね、守備のミスとか、不運なヒットの関係で、点は取られてしまったんですけど、投球内非常に良かったですし、6回からはね、糸川投手、平井投手、赤上投手と繋いでいって、9回まで得点許さずということでね、本当に完璧な素晴らしい試合だったんじゃないかなというふうに思います。はい、そんなね、素晴らしいゲームでね、今日もポジリにポジリ倒していこうということでね、話していきたいと思います。まずですね、今日のポジ要素1個目ですね、今日はね、住谷選手が1番キャッチャーで出場しました。竹内投手がね、投げるというところで、やはり竹内投手の専属キャッチャーみたいな風になっているのがもう住谷捕手ですから、その住谷選手が、キャッチャーとしてスタメン起用。さらにはですね、ちょっとここ最近ね、なかなか1軍でも、試合に出ていないということで、打席を多分与えようと思ったのか、1番での出場ということだったんですよね。で、まず1打席目にいきなりセンター前ヒットを打って、そこも非常に良かったと思いますし、残りの2打席もね、レフトライナー2つということで、非常にね、いい打球、めちゃめちゃいい打球打ってたんですよね。かなり、バッティングの状態いいなというふうに思ったので、やっぱりもう少しね、1軍の方でも、竹内投手の時だけじゃなくてですね、スタメン起用の機会っていうのは、もっと増やしていってほしいなというふうに思いました。はい、そして2つ目のポジ要素が、若林選手が初回に、走者一掃のタイムリーツーベースということでね、昨日はちょっとね、ヒット出なかったんですけれども、今日は1打席目にね、しっかり右中間を破るタイムリーツーベース打ってくれましたね。もっともっとやっぱり結果を残してね、1軍っていうところを掴み取っていってほしいなと思います。はい、続いては山村選手ですね。山村選手もね、昨日最後の打席でタイムリーが出て、今日もね、ヒットを打ちました。で、ヒットはスリーベースということだったんですけど、ヒット以外にも、ショートライナー、セカンドライナーということで、非常にいい当たり2本打ってるんですよね。むしろヒットよりもそっちの当たりの方がね、いい当たりだったぐらい。本当に強い当たりもコンスタントに出るようになってきているので、打撃の内容、状態っていうところは結構上がってきてるのかなというふうに思いました。で、渡辺健人選手にも今日ね、ヒット1本出ましたね。そこも良かったんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてね、昨日から実戦復帰を果たしている殿崎選手が、レフト前ヒットに、走者一掃のタイムリースリーベースにということで、2安打ということの活躍でした。まだ守備にはついていないので、1軍復帰ってところは先になると思いますが、しっかりとね、バットで結果が出たっていうのも良かったと思いますし、特にね、最後の、タイムリースリーベースですね、これ追い込まれてからだったんですけど、最後軽くアウトコースのボールを軽打して、それがセカンドの頭を越えていって、どんどんね、右中間抜けていってという感じだったので、ああいうバッティングが非常にできるのは、さすがだなというふうに思いましたね。はい、続いては古川雄大選手。もう古川雄大選手が、もう今日本当にすごかったです。4打数3安打1フォアボールということで、今日3安打猛打賞の活躍に、さらにですね、フォアボールも1個選んで4出塁。で、しかもですね、今日スリーベースも出ましたし、今日スリーベースと長打も出ましたし、で、3本目のね、ヒットを、楽天のセイミヤ投手から打ったんですけれども、セイミヤ投手の155キロをね、しっかりとセンターに弾き返していました。
早い球にもちゃんとね対応できるようになってきているなというのを感じましたね。これで6月の月間打率3割6分4厘ということでね、この6月うちに打ちまくっております。この前のジャイアンツ球場での試合でもねホームラン打っていたりとか、ここ最近本当にバッティングの内容がねかなり良くなってきているなというふうに感じるので、今後も期待していきましょう。はい、そして最後川野選手ですね。野手に関しては川野選手は今日ね、犠牲フライと、フォアボールということで、しっかりとねヒットは出ない中でも、いい結果を残してくれたんじゃないかなというふうに思います。昨日ねホームランも打っていますし、彼もね試合かってところをね、掴みに来ている選手だと思いますから、またね今後の活躍っていうところも期待していきましょう。とりあえず野手に関してはこんな感じになります。はい、続いてねピッチャー見ていきたいと思います。まずピッチャーね一つ目が竹内投手ですね。ランナー出しながらも4回無失点投球ということで、復帰登板ということでね、どんな感じなのか、今日のね配信をしていたのもね、竹内投手が投げるということがね、僕の中で大きかったんですけれども、素晴らしいピッチングだったんじゃないかなと思います。投球内容ね詳しく見ていくと、一応4回65球無失点ということでしたね。三振は3個取りました。被安打は4安打ということでした。初回ねちょっとヒットフォアボールという形で、ピンチ招いてしまったんですけれども、2回以降もね、ぼちぼちランナー出しながらもね、素晴らしいピッチングだったんじゃないかなと思います。ツーシームの空振り率は今日も 50% ということでね、やはりツーシームのキレ、本人もねツーシーム一番武器だというふうに言っていましたけれども、そこは健在でしたし、球速も最速148キロと、それなりに、竹内投手いつもぐらいの、ピッチングはできていたのかなというふうには思います。まだまだね細かいコントロールの部分だったりとか、もちろんね改善できるところはあると思うし、今日のマウンドはいろいろ試しながらの部分もあったのかなというふうには思うので、ほぼほぼもう心配はいらないかなというふうに思います。もしかしたら来週のね日本ハムとの試合で投げるんじゃないかっていうのもありますし、ただねもう一回ちょっと間を空けて、再来週あたり投げさせるのかどうか、ちょっとここら辺は首脳陣と、本人の、状態次第になってくるとは思うんですけれども、今日のねピッチングを見る限りは、そんなにね大きな問題はないかなというふうに思います。監督代行もね、リカバリーを見てということだったので、今日ね投げた後の疲労だったりとか、そういう部分で来週の登板どうするかどうかっていうのを判断していくと思うんですけれども、非常にね、また一軍での登板が見たいって思うような、素晴らしいピッチングだったんじゃないかなというふうには思います。はい、続いてはね中継ぎ陣ですね。昨日ね、ちょっと、増田投手井上投手が打たれてしまって、ちょっとねライオンズのこう中継ぎ陣に対して、ちょっと厳しいこと言わせていただいたんですけれども、今日の中継ぎ陣はね、本当に素晴らしかったです。特にやっぱ中継ぎ陣で、ピックアップしたいピッチャーが大曲投手、赤上投手ですね。この2人がですね150キロ連発、しておりました。大曲投手平均球速 148.6 キロ、赤上投手が 150.6 キロということで、大曲投手に関しては一応失点してしまったんですけれども、そのね失点の取られ方っていうのも、浅いセンターフライをね古川雄大選手がちょっとスライディングキャッチ試みたんですけど、ノーバンでちょっと補給することができなくて、ポテンヒットみたいな感じになったんですね。でそれがツーベースになってしまって、でその大曲投手が投げたボールっていうのを、コレサー投手選手がねちょっとブロッキングすることがうまくできなくて、ちょっと逸れてしまったんですよ。おそらくスライダーかスプリットどっちかだと思うんですけど、でそれで、ランナーが、三塁に進塁したんですけど、それを見たコレサー選手が、それたボールをですね、慌てて取りに行って、で、三塁に送球したんですね。で、その三塁への送球が悪送球になってしまって、その二塁ランナーが一気にホームまで帰ってきてしまったということなので、完全にも大曲選手は、不運な形でも失点をしてしまいました。なので、ピッチング内容を見る限りは、もう全くね、悪いところほぼほぼなかったですし、三振もしっかりと取ることができていて、球速もね安定して出すことができていたので、いいピッチングだったんじゃないかなと思います。で赤上投手に関しては2イニング投げたんですね。8回9回を投げたんですけれども、2奪三振、しかも平均球速 150.6 キロですからね、150キロ割ったボールが多分2球ぐらいしかなくてですね、もうほぼほぼ150キロオーバーということでした。なかなかやっぱりねこう150キロ超えるボールを安定して投げれる中継ぎピッチャーっていうのが、もう本当に外国人の2人と佐藤俊介投手ぐらいしかいないよねっていう話を、僕もずっとしていた中で、
まあ、この2人が割と安定してね150キロ以上のボールを投げることができたっていうのは非常にこうライオンズの、まあ、ブルペンを考える上では明るい材料になったんじゃないかなというふうにも思いますし、まあ、赤上投手なんかあれまだ育成契約ですけれども、まあ、試合化候補に一気に、まあ、今日で名乗りを上げたと言っても過言ではないんじゃないかなというふうに思いますので、またここら辺のね支配下登録争いっていうところもね注目していきたいなというふうに思います。はい、まあ今日のね2軍のね内容としてはこんな感じですね。まあもちろん今日もゲーム内容としても本当に言うことはなしですし、もうポジ要素に溢れた素晴らしいゲームだったんじゃないかなというふうに思います。まあ、またね2軍の試合もそして明後日からは1軍の試合もね始まっていきますから、まあちょっとでもねこういう若い選手たちの躍動だったりとか、まあいいところをね1個でも多く見れるように応援していきたいなというふうに思います。また次回以降も楽しみにしていてください。以上です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ツイッターも毎日更新しておりますので概要欄の方からチェックしてみてください。